スマートフォンで警察を録画する女性市民ジャーナリズムとは記事を広く一般から集う形態のジャーナリズムである。日本での代表的な例としては PJ ニュース、ジャンジャンなどがある。市民ジャーナリズムで取材活動を行う人は市民記者と呼ばれることが多い。対義語は既存メディアである商業ジャーナリズム。一般のインターネット利用者がウェブサイトやブログで 情報を発信する場合と違う点として、市民記者は記者として記事に責任を持たなければならないこと、編集者が存在し記事をチェックするという点が挙げられる。記事を広く、一般から都道形態を取ることから、幅広い記事が作成される傾向にある。しかし、市民記者はプロでないことが多く、記事の水準が期待されるものに至らないこともある。また、日本の現状では、 独自の取材などは全く行わず、他のメディアの報じたニュースに対する、記者個人の意見や感想を書いたものを、記事と称している場合がある。韓国に、オーマイニュースが成功した理由として、歴代政権の言論統制によって、市民の知りたいことを報道してこなかった、既存マスメディアに対する不信感があるからだとされる。ケネディ大統領暗殺事件を録画したエイブラハム、ザプルーダーが、 市民ジャーナリズムのパイオニアと呼ばれた。2021年にピューリッツァー賞の特別賞がジョージ・フロイドの死を録画した女子高生に授与された。ボルチモア・さん氏の元記者、デイビッド・サイモンは、所詮、インターネットに出ている情報は、既存メディアが流している情報をコピーペーストして、 それに対し独自の意見を付け加えたものでしかなく、ネットのブロガーや市民記者は寄生虫のようなものだと指摘している。縮主となる既存メディアは、その寄生虫のため、自らの経営を蝕まれ、次第に一時的な情報を提供する既存メディアが弱体化し、社会に正確な情報が行き渡らなくなるという。サイモンは、そのためにも、 既存メディアはネットでの情報発信を有料化するか NPO 化して市民の寄付などで経営を健全化していくべきだと主張している。そもそも記者は組織運営の元の専門職でなくてはならないという指摘がある。事件現場に行くのにかかる交通費、カメラなど機材の費用負担を考えると個人で記者活動をするのはかなり難しく何よりも プロとして養成された人でないと取材のノウハウが身につかないという。暇な時に取材する副業か趣味かボランティアのような形態ではジャーナリズムは成り立たないという。日本では記者クラブに加盟していないと記者会見に出席できないことが多く、市民記者が十分な取材活動を行えないことがある。オーマイニュースが終了した際、フリーライターの赤木智博は自らのブログで 人を安く使ってメディアを運営できると思う考え方は派遣業者を使う企業の新自由主義理論と何ら変わらないと指摘した。また、最大の問題点として一般報道者で教育されるコンプライアンスの遵守教育とは無縁の市民記者、つまり一般人が記者として活動するため個々のモラルに左右されることとなる。そのため、記事主張が極端に変更的となったり、 取材対象者へのメディアスクラムなどの報道被害の懸念も指摘されている。小田光康。産 k ツイッター事件は何を意味したか、イコール、編集の重要性と読者の囲い込み。PJ ニュース。 h t t p n e w s l i v e d o, o r c o m スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ4336753スラッシュ2009年9月8日閲覧。abcd 会計まさし、ネットメディアは、どうやったら生き残れるか。じゃんじゃんオムニバス http://janjan.voicejapan.org スラッシュメディアスラッシュ0909スラッシュ09092105773スラッシュ1ドット php2009 年9月23日閲覧 https www.liberationfr.grons2007-08 21、ラモで JFK ダンルビズールで、ザプルーダー 10204? ページイコールアーティクルハット HTTPS、ニュース、ヤフー COJP、アーティクルズ、5E0E101D484190D82F86D85C62CF2761A3A6CBF3 アグイブン男ある。あるある。 カ中富士社長、記者クラブインと豪華宴会。p j ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ news.livedoor.com スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ3011772スラッシュ2009年9月8日閲覧。一例として、2007年に JR 西日本の列車内で起こった豪勘事件に関して、p j ニュースの市民記者が、 女性が悪い変更的な記事を掲載し、ネットユーザーから非難され、独自通信にて辛辣な反論を展開したものがある。ありがとうございます。